鉄道人身障害事故の発生によって割れた電車のフロントガラス鉄道人身障害事故とは、鉄道事故等報告規則で定める列車、または鉄道車両の運転により人の死傷を生じた事故を言う。人の死傷が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、または道路障害事故による場合には、これらの事故に包含され、 鉄道人身障害事故の扱いとはならない。前述の通り、鉄道事故等報告規則上、人の死傷が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、または道路障害事故によって発生した場合には、これらの事故に包含され、鉄道人身障害事故の扱いとはならない。踏切を無理に横断したことによって列車と接触したものは、 踏切障害事故として扱われる。したがって、ホームからの転落による怪我及びそれによる列車との接触、酒に酔った旅客や線路に立ち入った人と列車との接触、車両のドアに挟まれたり引きずられたり、車両が破損したり、事故や急ブレーキなどで車両が揺れるなどして乗客に怪我を負わせたなどのケースがほとんどである。部品脱落など、車両障害の自由により、 乗客が死傷する事故もあり、これも鉄道人身障害事故に分類される。一般的に走行中の列車、車両に何らかの理由で人が接触投資、物理力によって人が死傷する事故であって、踏切以外で発生し、事件性もないものについては、単に人身事故と呼ばれる。本校においては、特に自由を弁別せず、以下単に鉄道人身障害事故を。 人身事故と記述する。JR 総武線西船橋駅でのホームドア稼働を告げるチラシ。JR 東日本がプラットホームに設置している青石機構を放つ2種類の自殺防止等列車接近警報装置のレ p TA が設置した注意喚起の看板プラットホーム上の事故と対策列車非常停止ボタンの設置レー本線上における事故開かずの 踏切自動化前の南側の踏切対比スペースとホームセンサーを設置したホームその他、青井駅の可動式ホーム作目白駅転落事故の発生後、2011年1月25日に国土交通省が鉄道事業者へホームドアの整備計画の提出を求め、その結果が2月8日に公表された。結果としては、205の全鉄道事業者のうち、 2011年度以降に整備を予定していたのは JR 各社や大手私鉄など14社の計24路線285駅だけだった。なお、2005年12月にハートビル法と交通バリアフリー法が統合されたバリアフリー新法の公共交通移動等円滑化基準にはプラットホームにホームドア、可動式ホーム柵、天井ブロックその他視覚障害者の転落を 防止するための設備を設けること、車両の乗降口が一定している等一定の要件に該当するプラットフォームでは、ホームドアまたは可動式ホーム柵を設置すること、と努力義務が課されている。一定の要件として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行例には、当該旅客施設の1日あたりの平均的な 利用者の人数が5000人以上である場合または5000人以上であると見込まれる場合と挙げられている。これを受けて国土交通省はホームドアの整備促進等に関する検討会を開催することを決めた。2011年2月9日に鉄道事業者15社を集めて第1回の検討会を開催することを発表した。この検討会では 整備促進策や設置が困難な場合の代替策について議論を開始、同年8月10日に中間取りまとめをしている。2011年2月10日に当時の国土交通大臣、大畑昭弘は大臣会見用紙として駅のホームからの転落事故が後を絶たないことを踏まえた現状から全国の鉄道事業者に対してホームドアの設置を促すための設置基準を決める。 更新を示した。ありがとうございます。